久留米市で現在開催されている宇宙技術についての国際会議に関連して、今夜研究者らが懇親を深めるパーティーが開かれました。久留米市で開かれたパーティー、ニュースペースナイトには、久留米市で現在開催中の国内最大規模の宇宙技術に関する国際会議に参加している研究者や企業などおよそ100人が参加しました。パーティーでは参加者がチームを作り、宇宙をテーマにしたカクテルを作るイベントなども行われ、研究者らは和気あいあいとした雰囲気の中で親睦を深めていました。今までだと堅苦しくなってたコミュニケーションが、なんかふっと連絡してみようか、そこから何かコミュニケーションが生まれて、コラボレーションがきっと生まれてくるんだろうと。宇宙技術に関する国際会議は久留米市で9日まで行われます。